この自分に負けたくない切り開く闇夜の先に溢れる忍びには悪人と呼ばれる者もいる。はい、知ってます。悪者の手先になる忍びですよね。ひばり、許せないな、そんな人たち。私たちは正義のために働く善人を目指すんですよね。我が校に来た時点でお前たちはすでに忍びの一員だ。学生気分は捨ててもらう。俺はお前たちを忍びとして至極だから、お前たちも忍びとしての覚悟を持て。はい。よし、では隠れ結界についても説明しておこう。忍びの血統空間、それが隠れ結界だ。忍びは戦闘モードになると一定範囲の空間を封鎖して一般人の侵入を遮断できる。隠密行動にはとても便利だが、一方デメリットもある。忍びは隠れ結界の発動を認識できるため、敵に自分の所在を知られてしまうことにもなるからだ。ふむふむ、なるほど。では実際に戦闘訓練に入るぞ。敵は俺が忍術で作り出したダミーだ。今日は学校は休みで一般の生徒はいない。誰の目も気にせず思う存分やってみろ。それでは戦闘訓練開始だ。よし、ひばりちゃん、頑張ろう。うん。ピカゲ、前順です。任務開始。行くで、忍び転身。期待。
何が一番早くだ。残っているのはお前とヒバリだけだ。え？カツラギ、イカルガ、ヤギウはもう忍び部屋に戻っている。なんだとほほ。ヒバリが戻ってきたらお前たちも忍び部屋に戻るぞ。もしかして私って落ちこぼれ気味？無評価。